何でも印象的に見えるよ、お前といると。あの時からずっと矢口くんの背中を追いかけてるような気がする。なんだこの空気感。ポケレッツしりとりの続きをやりましょう。やるやる。何見てんだお前は。打倒ジェネラルを目指す俺たちをコケにするんか。お前渋谷色に染まっちまったのか。渋谷勢との対決、超応援してる。きっと寂しい思いをしてるんだろうな、あの子。お前に渋谷は似合わない。そうだな、帰ろう。それはその男女で行くところ。戦いてえな、斧と。いいな。イチャイチャって何すんだ。あの日高って子は矢口くんの彼女だったなんて。強くならねえと斧の背中をただただ追うだけになっちまう。進歩してるんだけど前に進まない感じ、春尾くんとアキラの関係そのものね。